チャンネルアジャをご視聴の皆様、こんにちは、神奈川県大和市で市議会議員をしております小田博史と申します。地方議員のリアル、本日は第3回目、今回はですね、地方議会における意見書とは何かということについてですね、いろいろご説明をさせていただければと思います。いや、この意見書ということなんですけれども、この意見書というのは何かということなんですけれども、地方公共団体の公益に関する事項について議会の意思をまとめた文書ということでございます。これが可決される議会のですね、本会議で、可決されると、その議長の名前で、関係機関に送られることになります。で、この意見書と似たようなものとして、決議というものがあります。これはこの意見書と同じようにこの議会の意思を示す議決であります。ただしこれに法的根拠はなくて、これがどこかに送られるということはないということであります。なのでこれは議会の意思を示すということで、例えば北朝鮮がミサイルを撃ってきたからそれを非難する決議とかですね、その当該自治体で、大和のですね、市議会の場合はこの平成30年の6月の定例会でですね、この間大阪の北部のですね、地震がありましたけれども、それをめぐって学校施設や通学路の安全の確保を求めるこの決議をすると、そのようなことがあったりします。これはその議会としての意思表示で、これをどこかの機関に送るということはないわけでございますけれども、その、行政当局に対してですね、市議会としてはこの学校施設そして通学路の安全確保について市議会は重く受け止めてるんだよというようなことを、強調する意味合いがあるわけでございます。で、それとは別に意見書というのはこれは国とか国会に送るようなものでございます。その意見書の根拠となるものですけれども、これには法的根拠がありまして、地方自治法の第99条ということで、これ読み上げますとここに書いてますけれども、普通地方公共団体、これは市町村都道府県のことですけれども、それの議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができるということになっております。で、この当該普通地方公共団体の公益に関することということなので、基本的にはこの地域で困っていることについて、国のですね、政府のお役所とか国会に意見を挙げるということができるわけですけれども、そうでない、ここを幅広に解釈して、いろんな安保法制がどうこうとかですね、さまざまな問題について、この意見をですね、するということも結構往々にして、あります。ちなみにですね、今回のですね、説明にあたってはですね、国立国会図書館のですね、調査及び立法考査局、レファレンス2010年9月のですね、地方公共団体の国政参加をめぐる議論と、そういうレポートがですね、国会の方でですね、国会図書館の方でですね、レポートが作られておりますけれども、それを参考にベースに、説明をさせていただいております。それでですね、この意見書の根拠とは何かということなんですけれども、先ほど地方自治法99条ということでですね、この法的な根拠をご説明をしました。で、これ憲法にはですね、この地方のですね、国政参加権を明示的に保障した規定、そういう記述はないということなんだそうでございます。でありますけれども、この憲法16条は何人も損害の救済、公務員の罷免、法律命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し云々と書いてあります。つまり地方議会の意見書の提出権はこの請願に代わるものとして扱われている、このようなことになります。で、この地方議会は法人格がなくて、請願を行う機能がないので、代わりにこの意見書ということで、国に対して請願をする、そのような形、そのような制度設計仕組みができているわけであります。
でこの意見書についてのですね、経過でございますけれども、平成12年5月に地方自治法が改正されました。ここで昔は議会がですね、意見書を送るときは、この政府の中央省庁だけだったんですけれども、この平成12年の改正によって国会にも送ることが可能になりました。これはですね、その地方分権の進展に対応したこの普通地方公共団体の議会の活性化に資するということであります。この平成12年4月というのはですね、地方分権一括法が施行された年でございます。つまり地方の力を強くしよう、地方の自主裁量を高めようと、そのような機運があって、さまざまな法律が改正をされました。その一環としてこの意見書の提出に関しても関係先、送付先がですね、拡大をされて、その地方分権が拡大をされているということになります。でこれ受け取り側から見た意見書です。意見書はその議会の方から提出するということですけど、受け取り側からすると関係行政庁、そして国会ということになりますけれども、関係行政庁はこの意見書を受け取ると、関係の部署で狂乱する、見るということになっていると。で国会の場合は、衆参両院ありますけれども、広報に掲載すると。でそれで関係の委員会に参考に送付されるという形になっております。ただしこれはこの回答する義務、積極的な行動を取るという義務はないため、実際にどう扱われているのかというところはなかなかよくわからないというところでございます。実際ですね、これよく報道とかはされたりする、よくということです、よくということではないんですけれども、たまに意見書についてですね、報道されることがあります。私も昔報道機関におりましたけれども、全国の都道府県議会でですね、このような意見書が出ているとかですね、このですね、何議会で採択された、可決されたみたいな原稿を、書いたこともありますけれども、例えばですね、これは朝日新聞のこの2015年7月の記事ですけれども、この安保法制に関する、当時安保法制が話題になっておりましたけれども、これに関して331議会が意見書を出したと。でこれが当時はですね、慎重にというのが、これ朝日新聞は安保法制反対の立場だったんで、その慎重にが多いという形で、そういうのをですね、集めてというかですね、多いだろうという、目測のもとにですね、この意見書を多分ですね、調べようという形で、してですね、全国では慎重だったみたいな、そういうようなですね、報道をされておりました。要するに、朝日新聞的には反対なんで、地方から反対の声が上がってる、慎重にっていう声が上がってるよと、そういうふうに、この意見書を報じたということでございます。でこれ、逆にですね、これ、産経新聞の千葉版でございますけれども、この正しい歴史教育をしてほしいという形でですね、この千葉市議会で採択をしたということでございます。これは、平成26年の9月の千葉市議会、産経新聞の千葉県版で報じられているわけでございますけれども、この朝日新聞が慰安婦をめぐっていろいろ誤報だにですね、捏造なりというのがあったと、そういうのを受けてですね、千葉市議会として、ちゃんと歴史教育をやってほしいというような、この意見書を出して、それが採択されたというような記事がこの産経新聞の千葉県版に載っていたということでございます。つまり、ですね、いろんな団体がこういう意見書をですね、出したりとか議員が出したりとかしてですね、その地方以外に関しても、国政に関してもですね、いろいろ意見を表明するということがあるわけでございます。ただこの概してですね、ちょっと私も議員生活はまだ3年なのでですね、全部が全部分かっているということではないですけれども、一般には、全般的には割合ですね、レフトな方々がですね、その野党の方々が結構意見書を出してくるケースが多いのかなというふうに思います。それはなぜかというとですね、野党の方は当然国政で野党でございますから、
その国政にこの与える影響というのが、まあ、当然少ないわけでございます。まあ、一方与党は、まあ、国政に組みする党でございますから、まあ、その基本的にはその意向意思が反映される政党でございますから、まあ、地方から声を上げる必要はあまりないということになります。まあ、逆に野党の方からすると、まあ、その国会だけでなく国から地方からですね、こんな声が上がってるんだという形でですね、まあ、こう意見書を出すことによってですね、まあ、その国政を変えていこうと、まあ、そういう思惑もあったりするということになります。なので、まあ、全般的にはこの野党だったりとか、まあ、その野党系の団体、まあ、レフト系の団体とかがですね、この意見書を出してくることが多いということになります。でこれ、全国の状況を見てみます。これ全国の状況なんですけれども、まあ、以前ご紹介しました全国市議会議長会のですね、市議会の活動に関する実態調査結果、まあ、そのデータに基づいてのお話になりますけれども、まあ、平成28年の1月から12月においてはですね、この意見書案5258件全国でですね、ありました。人1議会の平均は、まあ、年間で 6.5 件という形になります。そのうち、まあ、この可決されたのは4380件ということで、まあ、可決された割合は 83.3% という形で、まあ、全国の市議会、市区議会で平均的にはこの年間ですね 6.5 件ぐらいというと、大体一つの議会で 1,2 件のこの意見書を扱っている。まあ、大体定例会は4回が標準でございますから、4で割ると、まあ、大体1人件ですね、こう扱っているという形になります。逆にですね、この決議になると685件、そしてそのうち573件が可決されているということなので、可決率は 87% ということで、まあ、若干可決される割合が高いという形になっております。でこのようにですね、5000本を超すですね、意見書が、まあ、現在出ていると。で、まあ、それについてこの意見書がですね、多すぎてですね、まあ、意見書のですね、価値が失われているんじゃないかとかですね、まあ、意見書の権威がなくなっているんじゃないかとかですね、まあ、そういうさまざまな問題も出ております。まあ、それについてですね、後半については、まあ、大和市の事例なども取り上げながらですね、この問題をいろいろ説明させていただければと思います。これで前半終わります。後半に続きます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。